EES600 は山手工業が1993年に発売を開始した電動スクーターである。排気量区分では原動機付き自転車となる。1991年度から中部電力、九州電力、東京 R&D の3社共同で研究、開発を行い、1993年5月の運輸大臣による形式認定を受けて、 1993年6月から山手工業が製造・販売を開始した。二輪電気スクーターの形式認定取得及び市販化は国内初であった。発売地域は関東、中部、九州地方であり、納期は約3ヶ月であった。電力会社の営業外回り用などに使用された。製造・販売台数は500台である。 東京 R&D によると、電力会社を中心に450台販売したとしている。財団法人日本産業デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞を1994年に受賞している。1992年9月発売予定時のもの。予定販売価格は48万円。販売価格は59万6000円。走行用電池は、 密閉型鉛蓄電池で、ステップ下の車体中央部に4個搭載している。充電器は、ステップ下の車体左側に内蔵しており、充電時は着座シート下に収納された、電源ケーブルを使用して、約8時間で充電が完了する。ステップ下の車体右側には、駆動モーター用の参照交流出力モジュールが、設置されており、その制御回路は着座シート下の空間に、 設置されている。なお着座シート下には収納スペースがあり、フルフェイス型のヘルメットアルファが収納できる。メーターパネル内には、速度計とバッテリー電圧計、速度警告灯、モーター加熱警告灯、充電表示灯、方向指示灯を備える。イグニッションキー用のブランクキーは、不規制の M268 が対応する。ありがとうございます。